将来海上自衛隊の中枢を担う艦員となるための素地をこの航海で確立することを強く要望いたします。実習艦部一同の姿に接し大変心強く思っています。令和4年度遠洋練習航海に出発します。自衛隊の将来を担う若き士官の育成と訪問国との友好進展に努めます。行ってまいります。歓迎していることというふうに思っております。冷戦後の新しい国際秩序はどういうふうになるんだろうかということを、まあ、みんな胸を熱くして思ってたわけですね。 Every day morning if you meet a person so you say are you who one?My heartfelt welcome to Djibouti. で、日本っていうのはね、世界最大最古の文書。みんなで挑戦をする場所に日本を代表していて。Recently, our training, for example, with Japan base has included tactical combat casualty care. To share such moments with the sailors in Djibouti, so thank you so much for giving me this occasion.Thank you.
退しないために日本の海軍を輸入すること。Come on.
ということですけど、まあ、3回独立してるっていうことをよく言われるんですけど、まあ、よく世界の中心っていう、ね、言い方をしますけどね。私はこの遠洋練習航海において幹部海上自衛官として必要な国際性と同期という存在の大切さについて学ぶことができました。各国海軍との共同訓練や各機構士での研修や上陸を通じて国際的な感覚を養うことができました。また日々の生活や各種訓練を通じてお互いに支え合ってきた同期という存在はこれからの勤務において頼ることができる一生の宝物であると思います。この遠洋練習航海では成長を感じる日もあれば失敗に悔しさを覚える日もありました。そんな中で何事も最後までやり遂げる
関東精神を養うことができたと感じます。どんな任務に対しても真摯に取り組み、信頼される幹部自衛官を目指したいと思いました。国家防衛の最前線で国際社会の平和と安定に貢献できることを誇りに思い、この経験を舞台で役立てていきたいと思います。